夏休み明けに合わせ、子どもの悩み相談に無料電話で応じるチャイルドラインが相談体制を強化しました。チャイルドラインは、今日から来月4日まで、電話に加えてオンラインチャットを開設するほか、スマートフォンを持っていても電話回線が未契約の子ども向けにインターネット電話でも対応します。厚生労働省によりますと、去年の小中高生の自殺は過去最多で、夏休み明け前後に増加する傾向があります。長い夏休みが明けるときって、なんとなくこう気持ちが憂鬱になるときもあるんじゃないかと思うんですね。で、そういう時期に、少し元気を出してもらいたい。何かこう心に抱えていることがあったら、その荷物をちょっと下ろして、行ってもらいたい。電話番号は0120-99-7777で、毎日午後4時から午後9時まで受け付けています。